あなたはとある国民的大スターの悲惨な転落劇をご存知だろうか。遡ること13年前の2007年、アメリカラスベガスにあるホテルで強盗事件が起きます。犯人は拳銃で武装した男5人組。彼らは協力してホテルにあったスポーツ記念品など金目のものを盗み出したんです。しかししばらくしてあえなく彼らは逮捕されてしまいます。そして5人組の強盗犯のうち1人の男の名前にアメリカ中が驚愕したんです。その男の名は OJ シンプソン。実はこのシンプソンという男、かつてアメフトのトッププレイヤーだったんです。アメフト界の大スターが強盗容疑で逮捕され注目を集めたこの事件、なぜスターだった彼が強盗を働くまでになったのか。そこにはある悲惨な事件が影を潜めていたんです。おはようございます、西江のケンちゃんです。何それ、アルゴメトリーのヤミヤミコです。シンプソンっていうのはですね、なんとね、アメリカではね、もうね、アメフト界の大スターとしてね、語り継がれるね、人だったんですけど、なぜこのようなね、犯罪をね、犯してしまったとこう言われているのか。まあ、まずはね、それを紐解くためにね、彼のね、功績から紐解いていきたいと思います。アメフト界の大スター。遡ること47年前の1973年、この年アメリカで大人気のスポーツ、アメリカンフットボール界に新たなスターが誕生しました。そのスターの名は OJ シンプソン。彼がプロ選手として4年目のシーズンを迎えた年のこと、なんとその年アメフトのプロリーグ NFL の年間記録として初めて2000ヤードを超える2003ヤードをランプレーで獲得。このことで MVP を受賞した彼はアメフト界のニューヒーローの仲間入りを果たすんです。いや、ヤードとか出てきちゃってなんかよくわかんないんだけど、どんだけすごいのか説明しよう。1ヤードとは90センチメートル、つまり2000ヤードというのは1800メートルを意味するんです。つまりね、彼がね、こう試合中にボールを持ってね、1800メートルをね、こう前に進めたっていうね、そういうね、功績があるね、素晴らしい、すごい素敵な選手なんです。さらにね、彼の功績はね、これではとどまらなかったんです。すげえなこれ。また彼はこの年にアメリカのヒコックベルト賞を受賞するんです。ヒコックベルト賞とはアメリカで年に一度スポーツ界で最も活躍した選手に贈られるもの。こうしてシンプソンは1980年に現役を引退するまでスター選手として活躍。引退後はタレントや俳優としてテレビに出演。アメフト界の大スターだったこともあり、テレビでも大成功。彼は巨万の富を手に入れたんです。そんなシンプソンのプライベートはというと、1977年の現役時代、彼は会員制クラブである女性と出会います。それがニコール・ブラウン、シンプソンの後の奥さんとなる人物。彼がニコールと話してみると、当時アメフト界の大スターであった自分を彼女は知らなかったんです。しかしそれがきっかけとなり、シンプソンはニコールに好意を抱き始めるんです。そして交際に発展し、そのまま結婚。しかし結婚した二人は仲のいい時期もあったものの、あることがきっかけでその関係も崩れていくんです。それはシンプソンによる暴力。まあ、暴力はもう最低は当たり前だけど、そうなんです、この暴力が原因でね、二人はね、離婚してしまうんです。ポキって言った。しかし離婚後、シンプソンはある問題行動を取るようになるんです。それは、元妻ニコールへのストーカー行為。彼女はシンプソンのストーカー行為に悩み、警察にも相談していたんです。なぜなら、別の男といたら殺す、など脅迫めいたことも言われていたからなんです。アメリカでは当時、子供から大人まで誰もが知っていた大スターだった OJ シンプソン。ですがね、プライベートではあんまりうまくいかなかった。ようなんです、滑舌と一緒で。そしてね、少し時が過ぎた1994年、全米が恐れるある殺人事件が起こるんです。 OJ シンプソン事件。そんなシンプソンと元妻ニコールによる泥沼の関係があってから数年後、事件はあまりに突然起こったんです。1994年6月13日、シンプソンの元妻であるニコールと友人のロナルド・ゴールドマンが彼女の自宅玄関前で遺体となって発見されたんです。ニコールの遺体は喉元をまっすぐ切られており、友人であるロナルドは何度も刺されていたんです。そのため現場は血の海だったそうなんです。そこで警察が真っ先に疑ったのがこの OJ シンプソンだったんです。当然疑惑の理由はニコールへのストーカー行為、そして殺すなどの脅迫だったんです。そして捜査の結果、殺人罪容疑で逮捕令状が出ることになったんです。しかしその話は前もってシンプソンの耳に届きます。すると彼は驚くべき行動を取るんです。シンプソンは友人であるアル・カウリングズと逃亡を図ったんです。警察はすぐに彼らを追跡。大スターと警察のカーチェイスはすぐにマスコミの間で広まり、全米で生中継。そのため約1億人もの人々がその模様を見ていたんです。さらにカーチェイス中に驚くべき現象も起こったんです。
なんと生中継を見た視聴者の中にはシンプソンの車を追いかけて逃げるのを応援する者まで現れ、まるでドラマのような展開になっていったんです。そのためシンプソンも警察も制限速度を守りながら逃亡するという異常な光景だったそうなんです。いや、両方ちょっと優しさが残ってるっていうね。はい。しかしこの逃走劇もそう長くは続かなかったんです。シンプソンが逃走中、様々な人物が彼を説得、ついに逃亡劇は自宅に到着して終了したんです。いや、最後自宅かい。その後逮捕されたシンプソンなんですが、元妻の殺害については無罪を主張。裁判にあたりシンプソンは15人のドリームチームと呼ばれる弁護団を結成。そのメンバーはというと、著名人の弁護を多く担当するロバート・シャピロ、マイケル・ジャクソンの幼児虐待容疑裁判で示談に持ち込んだ黒人弁護士のジョニー・コクラン、このようなアメリカでも特に有名な弁護士たちだったんです。ちなみにこの弁護士費用はね、5億円にも上ったと言われているんです。すげえな。こんなにも有名な弁護士たちが揃っていたため、この裁判は世紀の裁判と呼ばれたんです。数々の証拠を挙げられていたシンプソンだったんですが、有名弁護士たちはこの証拠をことごとく否定。しかし検察官は決定的な証拠を持ってきていたんです。それは一つの黒い手袋。実はこれシンプソンの自宅で発見されたものなんですが、そこには血痕が付着していたんです。そしてその血痕はなんと殺された被害者2人の血痕だったんです。警察官はこの決定的な証拠を裁判中に提示、さらにこの手袋をシンプソン本人にはめるように指示したんです。いやいや、もうこんなん出てきちゃったらもうこれで犯人確定じゃない。いや、そうね、簡単じゃない驚くべきことにね、この事件はね、急展開、ここからね、迎える。シンプソンが指示通りに手袋をはめようとすると、手袋が小さすぎて彼の手のひらで止まってしまうんです。想像してみてください。万が一殺人を犯すとき、わざわざ小さな手袋をはめて殺害するでしょうか。裁判にいた者や主張していた者すべての人が、この手袋はシンプソンの手袋ではないんじゃないかと疑問を持った決定的瞬間だったんです。あれでっち上げてたってことそれ。いや、まあね、その真偽はね、まあちょっとね、定かではないんですけど、このね、最強弁護士軍団がね、こう猛反撃、猛攻撃をね、仕掛けてくるんです。恐ろしい。弁護士軍団はまず現場に残された血痕を採取したのが鑑定士免許を持たないアシスタントだったことを指摘。さらに驚くべきことも弁護士軍団から発表があったんです。それは警察が採取したシンプソンの血液について。事件の捜査にあたり彼の血液採取が行われ、それを警察が保管していたんです。そしてその血液の量は 8cc だったんです。しかしそれがなぜか鑑識に回された時には 6cc に減っていたんです。それ以上に謎なのは、血液がなぜか一度シンプソンの自宅に運ばれていたこと。弁護士軍団はこれを証拠をでっち上げるために運んだと主張したんです。このようにシンプソンが有罪か無罪か、証拠だけ見ればどちらとも言い切れない状況になってしまったんです。しかし実はこの裁判、どんな証拠が出ようがシンプソンにとってとても不利なものだったんです。証拠に関わらずシンプソンが不利な理由、それが陪審員というアメリカの裁判制度。でも なんそれが不利に働くってわけ。まあまあね、それはね、まあ、日本に住んでるとねちょっと分かりづらいんですけどね、うん、その当時ね、アメリカにあったね、強烈なね、人種差別と深く関係があるんです。なぜ陪審員制度があるとシンプソンに不利に働くのか。なぜならシンプソンが黒人だから。というのも、当時は今よりも黒人が差別されていた時代なんです。万が一陪審員が白人ばかりになった場合、シンプソンが裁判で負ける確率は非常に高かったんです。事実、今回の事件の少し前にアメリカで白人警官による暴行事件が起きていたんです。しかしこの時の裁判は白人の陪審員が多かったことで、警察は無罪となってしまうんです。これが引き金となって暴動も起こりました。そんな不利な面がありつつも、1995年10月3日、刑事裁判の判決が下されました。結果は陪審員全員一致で無罪。実はこの裁判の陪審員、選ばれた12名のうち9名が黒人だったんです。そして実はこの状況、最強の弁護士軍団の作戦により実現したものだったんです。いや、どんだけ権力強いんだよ。こうして様々な不利を力で覆し、無罪を獲得したシンプソン。しかし疑惑はこれだけでは終わらなかったんです。最強の弁護士軍団によって無罪を勝ち取った OJ シンプソン、世紀の裁判は驚くべき結果で幕を閉じました。まあ、そうだけどさ、ちょっとどう見てもシンプソンは怪しいわよ。まあまあまあ、ここまで見た人はね、全員そう思ってると思うんですけど、うん、まあね、僕ら以外にも、そして皆さん以外にもね、当然そう思うわけなんで、ここでね、ある男がね、一人ね、立ち上がったんです。諦めなかった人物。しかし世紀の裁判の結果に納得のできなかった男がいたんです。それは殺害されたロナルド・ゴールドマンの父親。なんと彼は刑事裁判でダメならと民事裁判でシンプソンを訴えたんです。訴えられたシンプソン、また以前のように力技で解決するのかと思いきや、刑事裁判のようにはいかなかったんです。なぜならもう彼の裁判の資金はほぼ底をついていたから。弁護士を雇ったものの、ロナルドの父親の弁護士軍団の方がはるかに優秀だったんです。そのため陪審員はほとんどが白人。
弁護士が優秀じゃないかどうかで陪審が変わるとかってのもおかしい話よこれ、うん、そしてねもう一つねシンプソンのね思惑通りにいかないことがあったんです。実は刑事裁判ではシンプソンは証言台に立たず済んでいたんです。これはアメリカの憲法である自己不在拒否特権という法律が適用されたため、これは自分の不利になる証言を強要されない権利のことなんです。しかし民事裁判ではこの憲法は適用されません。仕方なく証言台へ立ったシンプソンはしどろもどろになり曖昧な証言を連発してしまうんです。うまく答えられないっていう時点で少し隠して話してんじゃない絶対。まあねそうなんですけどね。そしてね、うん、ついに判決が下されるんです。娘ロナルドを殺された父親による執念の追及、そしてシンプソンが罪から逃れるには不都合な条件たち、こんな状況の中民事裁判についに判決が下されるんです。シンプソンへの判決は有罪。1997年3月10日に民事裁判において有罪となったシンプソン、日本円で約40億円の賠償金が命じられるんです。しかし彼にはすでに資金的な余裕などなく、裁判所によって家財道具は差し押さえ、家は競売にかけられる事態になったんです。アメリカの大スターだった彼が家を失い、お金も失い、どん底に落ちた瞬間だったんです。2度の裁判と多額の賠償金によりスター選手といえどもいよいよ経済的に追い詰められたシンプソン、そしてこの判決から10年後彼は強盗の一味になっていたんです。強盗事件の裁判でシンプソンは合計33年の懲役が言い渡されているんです。彼の仮釈放は最短でも9年目以降というもの。その後シンプソンは裁判のやり直しなどを求めたものの却下されており、結果的に2017年10月1日に仮釈放されているんです。現在ねアメリカのどこかに住んでいる OJ シンプソンなんですけど、ツイッターを見る限りめちゃくちゃゴルフ楽しいんですよね、うん、お金なんか底をつきちゃったのにどうしてんのかしらね、なんか誰かが貢いでもらってんのかしら、うん、そういうね黒い噂もね多々ありますけど、あそうなのね、はい。